お顔は笑顔で歩いているけれども、心の中の模様っていうのが、実は歩いている姿に映っているんですね。足のつま先がどっちに向いているか、背中がどのように腰がひっぴり腰になっていないか。え本日もブレイントレーナー、竹村久代がご案内させていただきます。よろしくお願いいたします。 はい。えー、ありがとうございます。今回のテーマ、今回のテーマは、歩き方を変えると性格が変わって運命が変わるです。いや、まあ、大それたっていう感じですけれども、皆さんよく歩いていらっしゃいますかどうでしょうか歩いてますかそうですね。移動手段、そして運動不足解消の方も最近は多くなっています。 コミュニケーションを取りながらお散歩をされるという方もいらっしゃいます。また、ダイエット。今回は体と心と脳が一つにつながっていることを体感する時間にしてみたいと思います。意欲、自信につながっていくための自分の内面に向かう時間です。活発で明るく自信に溢れたイメージ。すべては自分の選択で決まるんですね。 ちょっと私は今日こんな絵を用意してみました。はい。お顔は笑顔で歩いているけれども、心の中の模様っていうのが、実は歩いている姿に映っているんですね。普通のニュートラルな顔をしてみても、足のつま先がどっちに向いているか、背中がどのように腰がひっぴり腰になっていないか、 自分の中にある健康、幸せ、平和、これ自身、自分の中にあるんですけれども、本当の自分というのが、とかく私たちが勘違いするのが、自分の観念、エゴ、また、小さな小さな我慢の積み重ねで、それを我慢しながら移動している移動する。 時間というのは結構多いんですね。それでそれが積もり重なって、結局自分の性格が自分の姿勢、自分の体に現れている。本当に歩き方を見れば、性格が見えるほどです、えー。今日皆さんにご案内させていただくのは、ジャンセンウォーキングという歩き方なんですね。地球市民ムーブメントの提唱者、ヒルチ・イースモン先生。 グローバルサイバー大学学長です。BTS 大学ということでも皆さんが有名になってお耳にされた方いらっしゃると思います。こちらの本の中から、この歩き方で性格が見えるという部分もご案内させていただきたいと思います。このジャンセンウォーキング、えー、健康体質、長寿体質です。その長寿体質を作る手段として、 イルチイソン先生が考え出した歩き方、健康法の一つなんですね。はい。えー、まず、じゃあ、早速ですね、セミナーの始まりは、皆さんの歩き方、自分の性格、パターンを眺めることから始めていきたいと思います。えー、まず、皆さんその場にお立ちになることできますかはい。じゃあ、 ただ歩いてみてほしいんです。今から1分間から2分間ぐらい音楽が流れます。じゃあ、手は普通に皆さんが普段歩く通り下でもいいし上でも大丈夫です。少し手を振りながらはい、リズムよく歩き始めたら自分の足元を眺めてほしいんですね。つま先がどちらに向いているかチェックをしながら。 また皆さんの膝がどこに向いているかチェックをしながら歩いてみてください。はい、ああ緊張して歩いていらっしゃる方は。 普段ご自分が歩いている歩き方を少し思い出して歩いてみてください誰かに会ったらおはようございますとかこんばんはお元気ですかちょっと隠れる人もいるかもしれませんねはいちょっとお部屋をぐるーっと回ってみますか ありがとうございます。じゃあ、楽に呼吸しましょう。息を吸って、吐き出して、もう一度、息を吸って、吐き出して、はい、深く息を吸って、じゃあ、パソコンの前に、スマートフォンの前にお座りになってください。じゃあ、今から私がパターンをいくつかお伝えします。ご自分のパターン。 ですかつま先がどっちに向いているかチェックができましたかそれから今は結構皆さんがね、あの、外向きの顔をして歩いてくださったような気がしますけれども、外を歩きながらキョロ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 する人もいますよね。また歩幅が広い人、短い人、どんどん音を立てて歩く人、いろいろいると思うんです。それで今から私が お尋ねするのは、9つのパターンなので、一番近いところの番号を覚えておいてください。じゃあ、行きますね。一つ目は、一番目は、つま先を外側へ向けて、外股で歩く。<laughs> スタジオにいらっしゃる会員さんには私ドキドキ、時、う、々、ん、ちょっとまっすぐ歩いてくださいね、と言っているので、ちょっとお耳に心当たりがある方がいると思います。 二番目。キョロキョロと周りを見回しながら歩く。二番目。OK ですかはい。じゃあ三番目です。歩幅が広く。少しへっぴり腰で歩く。うん、腰が後ろに引いちゃう人です。OK ですかはい。次は四番目です。 状態を振りながら、ちょっとジグザグでまっすぐ歩けない人です。ちょっとこんな感じで。はい。そんな感じの方もね、街歩いているとたくさんいらっしゃいます。5番目です。ゆっくり伸びやかに歩く。わ、OK、けですかはい。じゃあ、6番目です。頭を下げたまま、かかとを引きずぎりながら歩く。 靴の底がよく痛む人。ですかはい。じゃあ次は7番目です。つま先を外側に向けて、内側で歩くあ、内ももで歩くんですね。つま先を内側に向けて、えー、内股です。膝がちょっと中入っちゃうんです。こんな感じです。はい。じゃあ8番目。 歩幅が広く、早く歩く方である。歩幅が広く、早く歩く方である。いいですかじゃあ、9番目です。背中をまっすぐに伸ばして、足の裏に力を入れて、11の数字のように、両足が平行で軽快に歩く。はい、じゃあ、 九パターン、皆さんにお伝えしました。皆さんはどのタイプか。はい。頭を大きくうなずいてくださった方もいらっしゃいますね。じゃあ、皆さんにお尋ねしていきます。じゃあ、1番だった人。つま先を外側へ向けて、外股で歩く人。手を挙げてください。はい。じゃあ、その方、いいですか少し攻撃的で、自己顕示欲が強い方かもしれません。 はい。正しくない歩き方なんですね。エネルギーの消耗が多いため、感情が高ぶり、すぐに意欲が増えて、人間的に情に脆い面があるかもです。はい。当たってそうですか当たってるっていう人はまたちょっと丸をしてください。<laughs> ちょっとちっちゃい丸になりましたね。はい。じゃあ、2番目だった人、手を挙げてください。 はい。では、2番目の人は、キョロキョロと周りを見回しながら歩くという人でした。このタイプは、ちょっと疑い深いんだそうです。疑い深く、はっきりとした信念がないかもしれません。少し嘘もつくタイプです。今何か悪いことをやっているか、もしくは、企んでいる可能性があります。 いいですかちょっと隠し事をしたりするとこんな感じになりますよね。はい。じゃあ、はい、その通りっておっしゃる方、手を挙げてください。はーい。OK ですかじゃあ、次、3番目の歩き方です。3番目の歩き方、チェックをした人、手を挙げてください。3番目はいないのかなあ、いらっしゃいますね。じゃあ、3番目の方は はい。歩幅が広く、少しへっぴり腰で歩く。はい。え、観念、エゴが強い。自分の異様を故視する野心家です。周囲から注目されないと、少し傷つきやすいタイプでもあるかもです。どうでしょうか当たってそうですかはい。私的には、ああ。 そうかなという感じもしますね。はい。じゃあ次、4番目です。4番目だった方。はい。じゃあ4番目は、じゃお祭りなんかに行くとね、こういうタイプの方よく見かけます。状態を振りながらちょっとジグザグで歩くんですね。えー、情緒不安定。お天気屋さんのように大変気まぐれであります。 自信が不足していて、物事を進めるとき、わけがわからなくなって、物事の見分けがつかなくなることがあるかもです。はい。じゃあ、4番目の方、いらっしゃいましたか当たってるっていう方。はい。じゃあ、次、5番目です。はい。5番目の方はいらっしゃいましたかはい。ゆっくりのみやかに、あ,ありがとうございます。 ちょっと人数が増えましたね。ゆっくり伸びやかに歩く。この方は情緒が安定しており、えー、若干、威意識もあります。自分の能力に対し、自信があり、リーダーシップもあります。大きな体格で、えー、太っている人が、この歩き方をする方が多いです。だそうです。どうでしょうか 今手を挙げてくださった方ね、比較的小柄なタイプだったり、細い方も手を挙げていただきましたけど、うん、当たっているっていう方、情ちゃん安定してるわっていう方、どうですかそうですね、うんうんって頭振ってくださいましたね。はい、じゃあ6番目。どうですか ?6 番目は、頭を下げたまま、かかとを引きずりながら歩くという方。はい、資料部会員ですが、打ち木です。 多少神経質なところがあります。無邪気で正直な面もあるが、破棄がなくて、えー、時々失敗するかも、だそうです。ああ、そうかも、あるあるっていう方。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、8番目です。歩幅が広く、早く歩く方であるっていう方。 ああ、はい。そうですね。ありがとうございます。一度決めたら最後まで。貫き通す人です。能力は卓越していますが、自慢する傾向があるので、対人関係で問題が起こりやすいかもしれません。どうですか当たってますかあ手が上がるのが早かったんですね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、9番目っていう方。 たくさんいらっしゃるかもしれませんが、9番目の歩き方。あ、ありがとうございます。はい、そうですね。今日、まさに皆さんにお伝えしたい歩き方。これが9番目なんですね。背中をまっすぐ伸ばし、足の裏に力を入れて、11の数字のように、両足が平行で、軽快に歩く人。すべてに自信があり、積極的な人です。 そうですか最適な健康状態であり、円満で真面目な性格。周囲の人から信頼を受けている。はい。おすごいですね。皆さんもこの9番目の歩き方、どうでしょうやってみたくないですかはい。そうですね。やりたくないという人。<laughs> はい。なことないですよね。歩くだけでも皆さんの体が健康になって、心も健康になって、自分が願っている目標に向かって輝きながら歩くという歩き方なんですね。はい。で、その歩き方、えっと、今からポイントを先に伝えて、ちょっと皆さんの足、足裏、足のつま先も意識をしてもらいたいと思います。 ごご視聴ありがとうございます続きはヒルズウォッチで配信中気になる方は是非概要欄をチェックしてくださいチャンネル登録 SNS でのシェアもよろしくお願いします